まあ、アフタートークはいらっしゃいの感じで、ご夫婦の話を聞いていきたいんですけど、出会いはどういう感じだったんですか？ではですね、今をときめくあのマッチングアプリという、これ後で旦那さん目線も聞くからね。あ、いいと思いますよ、いいと思います、いいと思います。まず夢目線で、はい、そうです、これを必死に探して必死に探してね、見つけましたね。やっぱりつくばで見つけたかったんですか？あ、いや、全く違う、つくばじゃないところで見つけたかったんですよ。そうなんだ、はい、その今までのつながりじゃないところで出会いを認めたかったんで、新しい人に見つけた、はい、だからマッチングアプリじゃないとちょっと無理だなと思って。無駄社会あるんだよね、無駄つくばね。そうそうそう、はい、そうなんですよ。言われとかしたもう後々ダメよ。それでマッチングアプリで出会って、はい、そうなんです。そう、私は初めてマッチングアプリで、かつそのマッチングアプリで初めて会う人だったんですよ。だから本当にね、一人目と、リアルで会うみたいな感じで、そうですね。私がその浅草集合だったんですけど、浅草橋に行っちゃって5分遅れて走って行ってなんでそんなことが起こるの？いや、そうですね、 Google で調べたんですけど、浅草って調べたらここだって言われたんでここに行ったら違った。 Google のせいにしやがる、 Google のせいにしやがる。何も言えねえよこっちはでかすぎてそうなんですよ。で、5分遅れて行ったんですけど、まあちょっと初デート、はい、楽しく浅草で、はい、何やったんですか浅草は？いや、その時は実はお互いノープランだったんですけど、浅草で会うしか決めてなくてまあその辺でね、息が合うんだなって。どうしよう浅草で、そうそうそう、次どうするみたいなこと言ってふらふら歩いて、とりあえずどっかに目指すかみたいな感じで、でそれで浅草もなんか5分くらいで終わっちゃうし、そんなことはないよ。え、ほんと？そんなことはない、もっとあるよ、参拝して終わりよ、怒られちゃうよ浅草で。あ、すいません、やばいやばい、関係者いたらすいません。なんもないもんね浅草で、テロ見て終わってそう、それで、まあ、どこでしたっけ、スカイツリーの、水族館か、水族館行ったの？そうそうそう、たまたま会って、お、よかった、時間潰せるよみたいな感じで結構行ったな、スカイツリーは結構歩いた空町でしょ、だったね、まあ、そこでいろいろいっぱい喋って、あ、こういう考えの方の人なんだなみたいな感じで、はい、まあ、こういうどれくらいお付き合いしたんですか？え、1年ですか？あ、結構お付き合いする期間長かったですね。そう、そうですね、1年で。でも、あれですよ、出会って5ヶ月くらいで、なんか同棲しないかみたいなことをご提案されて、うん、お、マジかみたいなこと。めちゃくちゃスピーディーな方なんですよ。もうトントントンって自分の準備のままならないままですが、こう、こうね、持っていかれてね。同棲していいなと思ったら自分は言われて。そう、どうせいいなってか、もうそうですね、付き合うくらい、付き合う時にもういろいろな、なんでしょう、資金を突破してたというか、自分の中では大丈夫かなって。結構付き合うのハードルが高かったの自分が。あ、そうです、そうです、超越審査みたいな。そう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 、自分の中で。まず会うまでも、もちろん会うまでもそうですけど、審査もあったし、まあ会うまで2ヶ月くらいチャットでお話ししてて、マッチングアプリで2ヶ月経っちゃって多分ないと思います。なんなの、その自分のさ求めるそういう条件っていうか、はい、何がそんなにハードルだったの？そうですね、一番最初はやっぱ喋って面白いかどうかみたいなことが楽しいけど、自分と全然違うかどうかみたいなところは、うん、その写真を見て、なんかバックパッカーっぽいお写真だったんですよね、うん、あ、これはやばいと、多分話してて面白いだろうなと思って、うん、まあ、まあそこで書類審査 OK で、うん、なるほどね、意外と簡単なガバガバってそんなこと、全然いない人いないと思ったんですけどね。一時はそれでしょ、はい、だいたい乃木坂みたいな感じで6時ぐらいまで結構あったんだ。そうそうそう、そうで、その2ヶ月のチャットの中で、やっぱり実在、まず実在する人なんだなっていうところと、あとやっぱ2ヶ月続けてくれるっていうね、誠実さみたいな。そうですね、はい、やっぱりそのテキストの中で自分結構勘ぐっちゃうタイプなんで、なんか裏こういうこと考えてんじゃないかとか、本当はこうテキスト言ってるけどこんなこと考えてんじゃないかとか、せっかく一番いい話してるのにくしゃみしないでね。あんたちょっとムズムズした、ちょっとアレルギーがあるんですかね。恋愛アレルギーとかなかなかね、こっちは心もムズムズ。そうですね、そのテキストにね、こう誠実さを感じたんであってもいいかなと思ったところですかね。で、会ってからまた、そうですね、会ってみて、そうですね、フィーリングだもんね。うん、そうそうそう、フィーリングかな、うん、いい感じだったと。やっぱり付き合ってみて、はい、結婚していいなって思えたのは何でですか？結婚してもいいな、
ですよ。どっちから言ったんですか、結婚は。自分から。あなたさんから言ってもらって。良かった。なんかやっぱ自分が知らないこといっぱい知ってるっていうところですかね。なるほどね。なんか自分が結構世間知らずなとこもあったりとか。そうですよね。うん、やっぱ真反対だった考え方も知ってることが真反対だった、うん、全然違う分野だったっていうところと、でもあの一つなんかあれですね、なんか食べ物の趣味は一緒だったっていうことがなんか結構私の中では結構でかくて、なんか丸々食べたいなって言ったら、あ自分もみたいなこと言ってくれて、最初は嘘だろと思ってたんですよ。そんなドンピシャなことあるかと思ってたんですけど。俺もそう思った。ですよね。そんなわけあるよって思ったんですけど、まあ、回を重ねるうちに、あなん正しそうだと。食べ物、味覚の方向性はなんか一緒らしいなっていうのは、そうですね、自分が食べ物とか好きなんで、そこは味覚一緒は大事かもしれない。そうです、そうです、なんか全然別のものを食べるとかちょっと寂しいじゃないですか、うん、はい、そこはね、いい感じでしたね。なるほどね、はい、参考になるね、これはね。参考になるね。間違いはやっぱり後で登録しようあ、でも本当にまずやってみるっていうのは大事かもしれないですね、はい。2ヶ月チャットお互いの写真お互いの写真でやろうよ、お互いの。やばいやばい、大丈夫、大丈夫、俺が大丈夫の写真大丈夫かな、大丈夫、俺の写真。それだったらもうやりたい方ができる。その方がなんかうまくいきそうだね。その方がうまくなんとかなるのか。ヒロキさん大丈夫ですか。あ逆か、2人が初めてリアルで会いますってなってヒロキさんの手で行っただけ。俺あのネギ星人の写真で登録してもらうかな。あれ写真と違うって言ったら、いやちょっと最近イメチェンしたの。全然違う、めっちゃ違う。玉ねぎみたいな女性が来るだろうな。玉ねぎみたいな。ちびまる子ちゃんの世界で。玉ねぎみたいな、玉ねぎみたいな。愉快だね、あられちゃんだろ、なんだろうってさ、ドラえもんだろう。いっぱいキャラクター出てくる。いっぱいキャラクター出てくる。じゃあ、なんかこう、あられちゃんからこれ聞いてる人にメッセージを最後にね、言ってほしいんだけど、誰をターゲットにしようかな、なんか悩める。悩める女子大生に、恋愛とか、その、ね、劣等感の悩める女子大生に何かメッセージを投げるとしたら、はい、どういう。そうですね、とりあえず恋愛観に関しては、やっぱ羞恥心は一旦置いとくっていうところですよね。はい、マッチングアプリ始めるとか、まずはそれを置いといて、自分の欲望を丸出しにしてマッチングアプリを始めましょう。出会いたいぞっていうのをちゃんと。そうです、そうです。でも私は彼氏が欲しいっていうのをやっぱ全面に出しておいた方がいいと思います。躊躇はしなかった、自分登録するときに。しました、もちろんしました。もしこのアプリの中で同級生に会ったらどうしようって、実はいたんですけど、そこもお互いやっぱり暗黙の了解じゃないかと思って、まあ、気にせず、とりあえず欲望丸出しで大丈夫だと思います。私は彼氏が欲しいんやって言って、はい、はい、もう全然話恥ずかしがらなくていい、そっちの方がかっこいい、潔い。あ、なるほどね。はい、と思います。本当、まあ、そうですね、悩める学生に関しては、そうですね、中心をぶっ壊す、うん、やだやだ、やだそこに、やだやだ、絶対やだそこ持っていかないで、そんな感じで、そうですか、大丈夫ですか。はい、ということで、いいメッセージだったんですか。いや、惜しい、はい、あらちゃんらしいやというわけで、今回はあられちゃんでした。はい、次回はね、旦那さん目線のお話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあ恥ずかしい気持ちもゼロじゃないでした。また来週。